はい、ということで、小川誠への100の質問。50で疲れちゃったよ。やるって言ったんですから。やろ。まだまだありますから。やりましょう。はい。後半戦ディープな質問もありますんで。困っちゃう。やだやだ。後半戦一発目。はい。どんなデートが好き？どんなドライブ？へえ、そうなんですね。ドライブしたい。なんか車の中から。海とかみたい。で、なんかコーヒーとか飲みながら、あと、運転できる人ってちょっとかっこよく見えません？いや、もうなんか簡単だな。でもちょっとさ、こう、なんかやってる時のこういうところってセクシーじゃないですか、こういうところ。まあだからセクシーをちょっと。セクシー基準だから。セクシー基準にしすぎなんだよな。もっと内面見た方がいいですね。内面見た方がいいよ。人は外見ではないから。そう。愛したいですか、愛されたいですか。いや、両方でしょう。愛されてる方がいいって言うじゃないですか、人は。まあ、女性は特にとか言いますよね。でも自分も愛してなかったら私成立しないかもしれないです。その比率がなんか一緒ぐらいでいたい。まあ難しいんでしょうけど、そんなのは。あ、ね、うん。結婚願望ってありますか。ありますよ。あるんすね。全然あるよ、全然あるよ。こんな感じだけど、でもね、一人ってすごく楽。まあ、だからそう言ってる人って向いてるんですよ。なんか一人の時間は一人の時間で楽しめちゃうから、そこ困っちゃう、はい、結構わがままなんですね。そうなんですよ。だから今こういう状況なんです。もし子供が、いるとしたら何人欲しい？あー、でも兄弟は作ってあげたいなっていうのもあるかなと思う。自分が3姉妹だったんで、ね、やっぱり、うん、なんか遊んだりとか、何かあった時に、まあ、両親の方が普通に順当に言ったら先に亡くなるじゃないですか。ってなった時にやっぱ兄弟で助け合えたりとかっていうのはいいなって思うから、うん、もう最低2人とかはいいなと思いますよね。複数。なるほど。貯金はしてますか？貯金してます。あ、してますね。なんで改めて言ってるんですか？してます、はい。結構お母さんって堅実なタイプですか、そういうところは。うん、そうですね。なんか毎月いくらいくらっていう貯金っていうことではないんですけど、その自分が貯金してるもの、ここは絶対に使わないっていうスペースはあります。現金派、キャッシュレス派は、どっちだろう。前は全然現金だったんですけど、今はさ、なんかペイペイとかで支払うと、ちょっとそれにさ、加算されてポイントが返ってくるじゃないですか、はい、だからなんか結構ペイペイ使いがちです、私。ああ、なるほど。何に一番お金をかけてますか？ベーグル。圧倒的ベーグル。いや、ベーグルそんな高いもんじゃなくないですか？いや、でもね、やっぱりね、こだわりのベーグルは1個ね、全然余裕で500円600円ですから、1個。ああ、そうか。ってなったら、それじゃあ10個買えますってなったら6000円じゃないですか。それプラス送料とかなったら10個で7000円とか余裕できますよ。やっぱりでもそれぐらいしてまでも、その有名だったりとかするところは食べてみたいです。利用しているサブスクはありますか？アマゾンプライム、はい、アマゾンプライムと、あの、今ハマってる韓国ドラマを見るために FOD でしたっけ。おー、 FOD に今入ってて、はい、それぐらいかな。好きなアーティストは？アーティスト、あ、ピンクピンク？ピンクってご存知です？向こうのロック、女性のロックのめっちゃかっこいいんですよ。ピンクは昔から好きですね。もうほんと、もう女性なんですけど全然刈り上げててみたいな。へー。もうほんとロッカーな女性がいるんですけど、ピンク大好きですね。好きなお笑い芸人は？あー、そこまでめっちゃ詳しくないですけど、この人たちが出てたら見たくなるみたいなやつは、はい、千鳥さんと、あとサンドイッチマンさんとか。お好き。好きなタレントは？女優さんで好きな人はパッて出てくるんですけどね。誰ですか？私、石原さとみさん好きなんです。へえ。かわいいでしょ。うん、かわいいのよ。今好きやのさ、ところでいつもポスター貼ってるからさ、あ、石原さんだって思いながらさ、好きです。でも女優さんだもんね。まあ、タレントさんにもパッて出てこないな、私が好きな、まあ、タレントさんはいないという、ちょっとね、パッて出てこなかったです。尊敬する人は？尊敬する人か、いっぱいいるけど、でもまあやっぱ言うても両親にはやっぱいろんな意味で、まあ、感謝と尊敬とはありますかね。なんか自分がこう大人になるにつれて両親の大変さってすごく実感するので、
その中で3人もまあ育て上げたっていうところで言うと感謝と、よく頑張ったって、お親が私お姉ちゃん産んでるのって21とかですよ。お母さんが多分21の時に結婚してるんで、うわ多分22ぐらいで母親になってて、でポンポンポンって3人産んで、すごで3人育ててって、今の私だったらよくこの3姉妹育てたなって思いますもん。14、5年前のお母さんですもんね、うん、無理無理無理、私が20の時なんてもうニュージーランドいる頃ですよ。そっか無理無理って思ったら両親頑張ったなって思います。だって右も左も分かんないわけじゃないですか、お父さんとお母さんとって初心者で、ってなったらでも育てなきゃ3人、ってなったらよくここまで、ありがとうございます。みんなね親御さんには感謝しましょうということで。そうですね。親友はどんな人ですか？親友はでもやっぱりね、自分のことをこう客観的にちゃんと見てくれる。ほう。でもどんな時でも味方でいてくれるんですけど、なんて言うんだろうな、客観的にちゃんと感情的にならずに、うん、ちゃんとした助言をくれる。出かけるときに必ず持っていくものは？スマホでしょ、財布でしょ水でしょ。水、これは絶対もう私水分取りたいから。あと絶対入れてるもの、充電器でしょ、はい、あとちょっとした化粧直し道具、はい、どんなカバンを使ってますか？あ、今はヴィトンのカバン。結構お母さんってブランド品とか好きですか？全然好きじゃないです。別に興味ない？あんまりないです、うん、これだっていつのっていう感じ。え、いつの？これモーニング娘。の時にハワイで買ったんだよな。嘘でしょ？そうですよ、だから20年、20年使ってる。ずっと使ってなかったんですけど、ずっとか、あのあって保管されてて、最近今年になってから使ってます。いつのヴィンテージものになっちゃってんじゃないですかこれ。いや今ブランド品めちゃくちゃ値段上がってるから、多分すげえ価値になってる可能性。20年前ハワイで買いました。へえ、はい、そうだからお母さんに、あんたさ、いつのカバン使ってんの物持ち、ね、もう買いなさいってすごい言われるの。別にいいじゃん。でもスマホの機種は、はい、iPhone12 Pro。 12 Pro、はい、1日でどれぐらいスマホを使ってますか？うわー、これはね無駄に使ってる。何かあったらやっぱ見ちゃうから、スマホがなかったら生活できないと思うんですよ。そのスマホでよく何してる？あ、だからインスタグラムを投稿したり、ツイッター投稿したりとか、まあ、仕事の一環としてやってるのと、あとはでもやっぱインスタ人見に行ったり。それ長い目結構見ちゃう。あとはそれでもうサーチ、ベーグルサーチ、ベーグルサーチで、夜寝るときはイードゥークサーチ。よく使う絵文字、まあ、スタンプは何でしょう？絵文字はよく使うのはもう顔系、顔系、にっこりとか表情系、表情系、うん、はい、なんかこういうのよく使う、こういうやつ。あーなんか、あ、わかる、見たことある。グループ LINE で来る、そう、え、キャンみたいな。あれどういう感情なのかなと思っていつも顔手で隠してる、あの顔文字。え、なるほどみたいな、はいはいはい、そう、私の中ではえ、キャン、なるほどみたいな感じ、使いやすいんですね、うん、あとこういうのもなるほどみたいなとか。好きなゲームは？ゲームしないの？しない、全くしない。しないですね、ゲームしないな、はい、じゃあ過去も合わせてゲーム機何を持ってますか？つむ。いや、それゲーム機じゃない。なんかこのゲームボーイとかなんかあるじゃないですか、そういう任天堂 DS とかプレイステーションとか。あ、昔はあったのはあのファミコン。あった、ファミコン、はいはいはい、ファミコンがありました。あとスイ、あの任天堂の、うん、あのちっちゃいやつあったじゃないですか、ちっちゃいやつ。あー、Wii。 あ、Wii、 Wii、 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 Wii はあった。懐かしい。 Wii。 朝方ですか夜方ですか？夜方では、夜、どこまでを夜方ですか？12時までに寝てれば朝方でしょうね。あ、12時までに寝る機会はよっぽどじゃないとあんまないです、ね、だいたい1時か2時、2時までにはだいたい寝てます。でも多分朝6時7時に起きてる人は朝方じゃないですか、それ。いや、2時とかに寝ると8時。あ、じゃあ起きる、割と夜、割と夜方かもしれないですね。6時台に起きるってことは仕事以外では今はないです。なるほど。部屋では何を着てますか？着てる？はい、着てるもの。部屋着？部屋着。
か、あとヨガ、ヨガウェア。ヨガウェアで寝る。ああ寝るのは違いますけど、朝私絶対ヨガするんで、ヨガウェアめっちゃ伸縮性あって動きやすいんですよ。だからそのまま出かけるまでそれとかあります。え、寝るときはパジャマ、ね、寝るときはね、今はパジャマじゃなくて、なんかもう部屋着みたいな、なんか捨ててこみたいなやつとかに普通の T シャツを着たりとか。平均睡眠時間は6時間。おお、6時間ぐらい、6時間半。まあ普通ですけど、あんまりがっつりは寝ないですね。あんま寝れないんですよ、もったいないと思っちゃう。ショートスリーパー。ショートスリーパーってほどショートスリーパーでもないんですけど、一回目が覚めちゃうと布団に入れないんです。それ若い時から。若い時から。昔はだからもっと5時間とかだったんですけど、今はもう最低6時間は自分のために寝ようと努力します。一旦じゃあここまで。お、ゴールが見えてきた。はい、あと25問ぐらい。ひまわりベーグルパンパンパン、オタクなヘナギだポワポワポワ、三人井戸端スマイルモーニング。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。